はい、皆さんこんにちは、アナリングルフィッシュです。今回はですね、信長の野望創造バーベキットの中からですね、単発企画とさせていただいて、信長の桶狭間の戦いのイベント回線の様子を、プレイしてお届けしていきたいと思います。早速始めていきましょう。で、イベント回線はですね、ある条件を達すると、まあ、史実に沿った、まあ、合戦、戦いが始まるという、まあ、内容になっているんですけども、今回はその中からですね、誰もが知っている戦いの一つ、桶狭間の戦いをプレイしていきます。早速見ていきますね。東海駿河国、長らくこの地に根ざし、遠江三河、そして尾張の一部をも切り取った大大名がいる。今川義元ですね。その手腕から街道一の弓取りと称された男は、今新たな野心を胸に立ち上がらんとしていた。義元、これより我らは青春を開始する。向かうは尾張、織田が囲いし豊かな地よ。大うつけと噂される当主信長が器量、この義元が計り見極め、そして必ずや飲み込んでくれようぞ。一方、その頃尾張国では、申し上げます、駿河より今川勢が進発、義元自ら率いる大軍がこの尾張に向かっているとのこと。義元、この戦一筋縄ではいかぬかと信長。街道一面に弓取りに率いられた大軍へ闇雲に全力をぶつけても勝ち目はない。定石にとらわれず、いかにして勝つか、今こそこの信長の器量が試される時ぞ。戦国伝、桶狭間の戦いが始まりました。街道一の弓取りと呼ばれる今川義元の軍が尾張に迫る。慌てふためく重臣たちをよそに、信長の目は遥か彼方を見つめていた。戦国伝を進めますか。はい、まずは鳴海城を包囲する。鳴海城は織田領と今川領のちょうど間にあるこちらの城ですね。まあ、小さな城です。砦と言ってもいいですかね。耐久が1000なので、ここに軍勢を差し向けて囲みましょうと言ってもですね、まあ、耐久が1000なので1000以上の軍勢をぶつければ囲ったことになりますので、これで、OK ですね。鳴海を包囲する、達成しました。ここからムービーが始まります。老いを守るためならば、今は敵方に下るもやむなし。何を言うか。ここは籠城し、敵の勢いをくじくが定石よ。人間50年、サジに囚われた生のうち、欲するものをつかめるか。いいな。ただ心の欲するままに、この野望を遂げてみせる。はい、ということでムービーご覧いただきました。続いてイベント回線を行いますか。はい、見つけたぞ義元。全軍聞け、この雷雨だ。敵はまだ我らに気づいておらぬ。気づかれる前に敵の本陣に乗り込む。狙うは義元の首ただ一つ。義元撃破ということで開戦しました。まずはですね、ちょっと布陣を見ておきたいんですが、義元だけですね、戦場にいるのは。で、肝心の義元、その軍勢は2800、一方信長が3700、森が500、池田恒興が500ということで、まあ、軍勢でいうと圧倒的に有利なので、そのままぶつければ良さそうですね。皆の者、続け。なのでまずは
そのままこの横一列で進軍していきましょう。お任せください。で、吉本が動き出すと思うので、そしたら包囲殲滅に切り替えていきましょう。信長が3700と一番兵力が大きいので、信長を正面に出して残りの2部隊で側面、背面に回り込むというのが一番ね、消耗が少なくて済むかなと思います。まだ吉本動かない。ああ、出てきましたね吉本。この音、この匂い、皆の者敵に備えよ。織田のうつけは近くまで来ておるぞ。さすがは吉本、よくぞ気づいた。だがもう遅い。雨に紛れ正面から、ふふ、嵐のようなお堂よ、ということですね。というわけで、ちょっと想定外に森の方に吉本が進んでますので、まあ森壊滅はしてもいいんですけど、すぐに500だとやられてしまうので、信長を前に出しましょう。そして池田恒興を回り込ませます。かしこまりました。このままだと本当に森があっという間に壊滅しそうな感じだな。守備を強化しましょう。コブを、そしてどうしようかな。今側面に回っているので、三段打ちをぶちかましてですね、さらに、かく乱はできないか。ちょっと溜まってないですね。伝令ですね。奇襲に気づいた今川君が動き出しました。お気をつけください。やっぱり援軍来るか。そりゃそうだよな。おお、来てる。このまま行くと森が壊滅して、かつ信長がこの500か瀬名、500とはいえ信長の横を突かれるのはあまりいい状況じゃなくなるからな。承知いたしました。奇襲に気づいた今川軍、さらに援軍が来ますね。これはどこに来る。うー、朝比奈勢か。その数は1500。これが東大来るとまずいな。さらに援軍どこよ。うわー、岡部か。これ3000ぐらいいそうだぞ。2500か。で吉本があと1000。森が壊滅するのは時間の問題だな。そうするとちょっともう森を救うっていうのは難しいので、信長も吉本の側面、背面に回り込むという作戦に行きましょう。お任せください。よし、吉本があと700まで減らした。そして松平元康、これは後の家康ですね。なんだこの気配、この静けさは。何かが起きている。信じられないような何か。皆の者、本陣へ向かうぞ。これどっちとして参戦するんだろう。もう家康、まあ今の元康が敵として参戦してましたね。その数1000。これ早く吉本殲滅しないとまずいことになる。ここはもう一点乱戦を仕掛けて勝負を決めましょう。皆の者、続け。よし、これで吉本打ち取った。我に続け。引くぞ。申し上げます。お味方が今川義元を追い詰めました。馬周りの者が瀕死の手傷を負わせた義にございます。そうか、ついに奴を取れるか。その最後、我が目で見届けてやろう。案内せよ。はっ。尾張国で天下を揺るがす大逆転劇があった。駿河の大大名今川義元は圧倒的な軍事力で尾張を制圧せんとしたが、桶狭間で思わぬ奇襲攻撃を受けた。奇襲を仕掛けたのは尾張一国を治める若き大名織田信長。
わずかな兵しか持たない若武者の手により、カイドウ一の弓取りとまで称えられた大大名の命運が尽きようとしていた。信長、負けだな、義元。信長か、よもや敵に見取られていくことになろうとは、心せよ。そなたはこの私を超えていくのだ。波の大名で終わり一国で満ち足りるような男であってはならぬ。死にましたね。当然だ。俺の心が欲するものはとてつもなく広く大きい。その野望への道が今貴様を倒して開かれたばかりよ。案ずることなく行くがよい。こうして今川義元はその波乱に満ちた生涯の幕を閉じた。同時に信長という風雲児の時代がここに開幕したのであった。というわけで、桶狭間の戦いを達成しました。いかがでしたでしょうか。今回はね、ちょっと単発というかこのイベント回線をお届けしたかったので、ちょっと短いですがこれで終わりにしたいと思いますが、ちょっと今見ていて思ったのは、今川で、信長の野望のね、プレイをしてみても面白いかなと思いましたので、まあ、ちょっと時間ができたら今川家でのプレイもやっていきたいと思いますので、そちらの方もですね、今後アップされた時にはぜひぜひご覧いただければというふうに思います。というわけで今回は桶狭間の戦い信長側でのプレイをお届けしました。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。